ゆかり&ザ・バレンタインです。今回は私の大好きな台湾について紹介したいと思います。台湾は大好きな国の一つです。過去に何度も行ってるのですが、今回は台北のフェスに出演することになり3日間行ってきました。台湾に行ったらやっぱり夜市はマスト。夜市にはたくさんの屋台があり、毎回何を食べようかとっても悩むのですが、私のおすすめはエリンギを焼いたものです。シンプルなんですけど、これが本当に美味しくて、胡椒いただきます。ちなみに味はいろんな種類から選べます。美味しい。あとはフルーツのドリンクも美味しいです。レモンゼリージュースです。うまそぎ。夜市には食べ物以外にも縁日などもあるので、お祭りみたいで一日中いても飽きないですよ。私台湾の信号機結構好きなんです。ご飯でおすすめなのはたくさんあるけど、この日は肉うどんを食べに行きました。めっちゃ並んでる。地元で人気のうどん屋さんに行ってきたんですけど、かなり行列ができていました。回転率は割といいので、並んでみるのもありだと思います。ごちそうさまでした。ファッションで紹介したいのは3店舗あります。まずはラボ台北。ここは友達のビッグダディノックスのお店です。台北のファッションカルチャーが集まってます。現代の台湾カルチャーやアジアのカルチャーがぎゅっと詰まってます。1階と2階でいろんなアイテムを揃えているので、ぜひ。かわいい。2店舗目は実は読めません。ここの商品はセレクトの古着でかなりイケてます。私はここでサングラスと服を買いました。このお店は隣に姉妹店もあるのですが、そのお店も素敵な商品ばっかりでした。内装も結構パンチあって最高ですよ。また行きたいな。台湾に来たら絶対これ、朝起きたらこれ、これは食べたことないけどチョコレート味です。では今からジェリーのブランドプラドスタジオにお邪魔してみたいと思います。そして3つ目、私の友達大好きなジェリーの事務所に行ってきました。彼はプラトースタジオというブランドのデザイナーです。彼も服もかなりイケてて大好きです。いろんな服を試着して衣装を選ばせてもらいました。全部かわいいでしょ。ここはよく行く本屋さんです。ごめんなさい、名前読めません。ここは本だけじゃなくてレコードも取り扱ってます。小さい展示スペースもあったりして、雑誌でも紹介されているような注目のお店です。私はここで飲んだレモンコーヒーが忘れられないんですよね。それから台湾は雑貨市場みたいな通りもたくさんあるので、ふらふら探検して思いがけない出会いをするのも一つの楽しみ方だと思います。そしてフェス出演日、ラケファー、ワーシー、ゆかり MC の練習です。私は MC を全部日本でもノートに書いて読むタイプです。ネオンオエビシス、ネオンオアシスという新しいフェスに出演してきたのですが、山の中で空気がとっても気持ちよかったです。でも本番前はすごく寒くて緊張もするし震えが止まりませんでした。リハーサルも無事に終えて、ライブ本番はただただとっても楽しくて、台湾の方たちと心がつながっていくのが分かりました。ベイちゃん、感謝、 I love 台湾、yeah. Thank you、 谢谢、ラストソング、月明かり、夜風に触れて、いつもよりきらめく街並みを歩く、たったそれだけのことなのに胸が痛い。
私は台湾の空気感がとっても好きです。台湾の方たちはとってもチャーミングで、行くたびに大好きな人や場所が増えます。今回台湾のおすすめスポットを紹介しましたが、台湾の魅力はもっともっとあります。言葉だけでは伝わりきらない空気をぜひ体感してほしいです。台湾は初めて海外に行く人にもおすすめです。割と日本を慕ってくださる方が多いので、会話もフィーリングやボディランゲージで何とでもなります。そんな感じで私は過ごしています。皆さんも自分だけの台湾のおすすめスポットやエピソードなどを作って楽しんで行ってください。素敵な旅になることは間違いなしですから。I love you